こんばんは、サヤ・アシュレイです。夜回りさんの続きをやっていきます。看板に張り紙が貼ってある。敷地内のものに絶対に触れないように。ご注意願います、って書いてある。丸文字のメモ1を拾った。丸文字のメモ1。丸っこい文字で書かれたメモ。お化けは目を合わせなければ襲ってこないはず。目を閉じて気配を消すこと、って書いてある。階段がありますが、とりあえず道なりに進んでみます。すごく嫌な予感がする。公衆電話がある。何もなかった。看板に張り紙が貼ってある。駐輪禁止、放置自転車は撤去します。って書いてある。今は早くお家に帰らなきゃ。何か落ちてる。石ころのために危険を冒してしまいました。こっちに行ってみます。妖怪図鑑を拾った。妖怪図鑑。道に落ちてた妖怪の図鑑。雨に濡れてページがくっついてる。カッパは人間の肝とキュウリが大好きな川の妖怪ってページだけ開けた。これは多分コレクションアイテムですね。アイテム収集はあまり無理せず、最初はメインストーリー重視でいきたいと思ってます。
やばそうです。死んでしまいました。最初の階段を降りてみましたが、何もありませんでした。大きなお化けが出たところまで戻ってきました。今度は直進してみます。さっきやられてしまったお化けはあいつっぽいです。紙飛行機を拾いました。一作目では石ころでお化けの木を引けましたが、紙飛行機もそうでしょうか。お地蔵さんです。お地蔵さんには実はとんでもない最新技術が組み込まれています。行ったことのあるお地蔵さんまで転送できる機能です。こっちが気になります。諦めよう。麦発見。私のお家に着いた。帰ってこれた。よかった。でも、私には呪いが。麦、私、大変なことになっちゃったの。私、呪われちゃったんだって。今夜中に呪いを解けるかな。麦、あのお姉さんが言うには、私は昔、呪いの解き方を知っていたはずだって。忘れてしまったことを思い出さなくちゃ。
結構広い家ですね。大きな姿見に私が映ってる。お父さん、心配させちゃいけない。静かにしよう。ここがトイレかな。こっちはリビングですかね。ゆずの部屋は12畳くらいありそうですね。稲の束だ。これについて何か思い出せるかも。あのお姉さん、私はもう呪いを解く方法を知ってるはずだって言ってた。忘れたことを思い出せって。お姉さんのことを思い出したら、もう一度会えるって。これを拾った頃のことを思い出してみよう。稲の束を拾った。今の記憶は、あの頃の私はお姉さんのこと知ってるのかも。私はあの日あそこで何かをなくした。あそこへ行けば何か思い出せるかもしれない。行ってみよう。小さい鉛筆だ。これについて何か思い出せるかも。小さい鉛筆を拾った。小さい鉛筆。使うことがなくなったちっちゃい鉛筆。すごく小さくなってるからこれで文字を書くのはとても難しい。ねえ、君。君、鉛筆持ってない？悪いけど、僕に貸してくれないかな？ダメかな？あの、これ、お姉さんにもらったものだから。ちゃんと返してね。
ありがとう。後で教室に返しに行くから。うん、わかった。私の教室わかるのかな？ねえ、私の教室は。二つの思い出のうち、鉛筆の方から調べたいと思います。というわけで次回は学校へ行きます。